そうそう、さっきね、プレゼスの業務の一つである、英霊さんと友情とのヨハネ黙示録最終ページがない。ね、要するに男の首や女の首や、要するに、津島さん、秋葉さんの話じゃないの、ね、に関して、自我と細胞の本人関係って、ねえ、じゃあ根拠規約ですよ。言ったでしょ。そら、生まれた時からおる自我でもね、自我やったらどっか逃げれるし、実は。父親以外の精神に地雷や言うたら自我って。でも、肉体の生成に、さっき言ったようにメンデルの法則のイレギュラーっていうか、まあ、スタップって的な、iPS 的な考え方の時に。ね？細胞の、受精卵の細胞分裂が始まった時に、まあ、完成品の細胞に関与した別の精子、父親以外の精子にならなければ、自我っていうのは逃げれるやん、肉体から。で、他人の体に生きるやん。だから、自我と細胞の因果関係は難しい。因果関係力さん。同一人物かどうか、なんて分からんねんで、言うて。な？さて、バカボン。バカボンのパパとバカボンのママの子供、はじめちゃんのお兄さん、バカボン。こんな感じの服着てるでしょ？ん？じゃあ、お化けは？こんな感じの服着てるでしょ？服似てるでしょ、あの二人。じゃあ、バカボンにとっての自我がお化け？しかもね、バカボン書いたのは赤塚不二夫先生。お化けを書いたのは藤子不二雄先生。どっちも手塚治虫先生の弟子、時はそう物語。あの二人しか、あの三人、ぐるちゃう。じゃあ、うなぎ犬、赤塚不二夫先生。うながっぱ、柳瀬隆先生。ぐるちゃう。やばいな、やばいな、やばいな、これ。じゃあ、バカボンがなくなったらお化けになるのか、それともバカボンの自我がお化けになり、絶対他人やろ、あれは。でも、服一緒みたいな。